の中の戦争もないと思います。これかっこいいな。チョーバムアーマーを爆破する直前のシーンが再現できるわけですよ。このポーズももう完全再現みたいなアレンジをして関節がちゃんとこう曲がるように、それからちょっと伸びてとかうまくクリアランスを取って動かせるように、そのポーズが取れるようにかなりこだわってますね。かなりこだわったみたい。こっちも話すよ。こっちも話そうよ。これ話しましょうよ。ハイゴックってやつですよ。私あんまりね詳しくないんです。ハイゴック。これね。これ最初の方に出てた。最初の方に出たやつ。そう。もうねなんか怪獣みたいに動いてたやつ。なんかバインバインしましたよね。もうなんか超大暴れですもん。これねミサイルになってて、ミサイルの束になってんだよね。こいつ閉まっててこの状態で水中を進んでくるわけですよ。ね、この絶対折っちゃいそうな怖いこの再現度高いね。ここまで再現されてる。ちょっと柔らかめになんかちゃんと配慮はされてるみたいよ。めっちゃ動く。動かしていいよじゃあほら。壊さないかな。大丈夫。もう壊したぐらいだ。壊してもいいよ。嘘でしょ。グリングリ動くよね。うわぐねぐねだ。爪も動く。すごいよく動くよね本当ね。すごい動くびっくりした。これ寒冷地ジムって言うんだけど劇中にあるんだけど。ジムの頭をガチって掴むのをこの指は再現できるようになってる。ガシッ。あすごいできた。これが再現できるのすごい。ちょっと刺さってる。そう刺さってる。しっかり刺さってる。ガッチリ掴んでるよ。ガッチリ掴まれてる。ハイゴックが出てくるシーンでこんな止まり方するの。なんかズッサーとかね。なんか止まるんだけどこの指だとできるんだよちゃんと。今までのやつだとそこまではちょっとさすがにそれは再現してるものは多分ないと。そうなんだ、じゃあもうより一層遊びがはかどる。もうね一人遊びがどんどんはかどる。まあはかどるよ本当に。そうあとこのパーツもねこれやっぱこれ楽しいですよね。これ楽しいよね、ここの部分がもうすでに。これどうなってんのこれ。俺もわかんねえんだよこれ。これ難しいな。どうしてこれが再現できるの。この煙の再現度とかがね。まあここは結構ねバージョンアニメの醍醐味だったりするよね。こちら発売はもうされてる。なるほど。ぜひともねなんかこれだけぐりぐり動くんでねなんかお手に取ってもらえるといいかなと思いますよ。動いたら面白いもんな。ねえ。であとこのジムスナイパーなんですよ。ちょっとこれいかすでしょ。スナイパーって聞くとちょっと心が踊る。ジム踊るね。踊るんだけど残念ながら劇中ではこいつライフルじゃないんですよ。なんで？なんかそういう使われ方をしたんですよ。あそうなんだ。ちょっとかわいそうなスナイパー。まあでも戦場って常に武器が潤沢に供給されるわけじゃないんで、多分どっかで弾打ち尽くしたから弾入ってるやつ拾ったんですよきっと。なるほどそういうこと。そう機体からとか倒れた仲間の残した武器とかをきっと使ったんですよ。もうこいつはなんか使い物にならなくなっちゃって。これも壊れたとかなんかで。なるほどなるほど。そう多分そういうことです。いやその鈴木咲設定はもう正式にしましょうよ。こいつが出たっていうことは。これ以外にジムのバリエーションがまだあるんですよ。ジムコマンドとか。ジムいっぱいあるんだな。そう。だからそのあたりがもしかしたら出てくるんじゃないかなっていう期待と願望が。あともう明らかに出せよみたいなそういうね。圧？まさかの。でまああと他にも出てくる家がっていうのがあるわけですよ。シュワッとしか出てこないのに超かっけえの。わかんないでも画面にさっと出てきて登ってバカバカって戦って消えちゃうからもうなんかよくわかんない。よくわかんない。でもね大事なんですよ。ケンファーの隣にゲルグイエガーも並べたいなみたいな感じがするんですよ。めっちゃおねだりしてる。全然おねだりしてる。ちょっとね私モビルスーツがすごい詳しいわけじゃなかったので勉強してきます。ちょっともう一回ちょっと見てね。クリスマス以外でも見よう。はい。ポケセン。クリスマス以外でもね。クリスマスだから見るんじゃなくてね。そう。クリスマスはまあ見るじゃん。はい。あ見るんだね。25日見なきゃいけないんじゃないですか。そうですね。それ以外でも見ましょう。はい。はい。改めまして。ケンプファーがですね、こちらがですね、2019年4月20日、4月20日発売予定となっております。価格の方が7992円です。ということで、ぜひ皆さんも、ね、ケンプファーとかね、その後もろもろ集めてください。このポーズ。もう家でやって、家で。あ、家でね。家でやって、閉めろってカンペ出てるの見えないよ。あ、本当だ。閉めてって。はい、閉めてって。はい。じゃあ皆さんケンプアをぜひぜひお手に取ってみてくださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。